皆様より送られてきたトリビアの種から生まれた新しいトリビアがどのぐらい素晴らしいものなのか、無駄知識の探求者タモリさんに評価していただきます。よろしくお願いしま す, お願いします。もう終わりなんだ、俺たちの遊びは終わりだ。高橋克実です。はい、それでは早速トリビアの種を紹介しましょう。タモリさん、高橋さん、三島さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私には小学校3年生になる娘がいます。最近ふと考えるのですが、娘もいつか大人になるわけで、将来的には彼氏を家に連れてくることになると思うんです。もしその時娘が連れてきた男性が不良みたいな若者だったらと考えると、恐ろしくて眠れません。世の中のお父さんはこのような状況に直面したらどうするのでしょうか。これってトリビアになりませんか。よろしくお願いします。ちなみに私の娘は8歳です。このトリビアの種、つまりこういうことになります。娘が家に連れてきた不良の彼氏が結婚を迫ってきた時、父親の対応で一番多いのは、父親って本当にまあ、女の子に対して特別な思いを持ってるらしいね。会長は奥様のお父様には何かご挨拶みたいなのされたんですか。適当に、ね、やりましたけどね。その時お父様はどういう反応を。やらん。あ、ノーですか。まずはそうは言わなかった。ああ、言わなかった。すいません、ちょっと物語を作ろうと思って。これあんまりエピソードがないもんで申し訳ない。いえ。見ていただきましょう。こちらが確認の VTR です。娘を持つ父にとって人生に一度は訪れる運命の日、それは娘さんを僕にください。それはお父さんにとって最も嬉しくもあり最も悲しい日でもある。娘が連れてきた彼氏が見るからに品行の悪そうな不良の彼氏だった場合、世の中のお父さんはどう対処するのか、実際に調べてみた、今回は娘さんとお母さんに協力していただき、お父さんには内緒で検証を行う。まず娘が父親にお父さんに会わせたい人がいると伝え、家のそばで待機する不良の彼氏を呼びに行く。なお不良の彼氏にはこちらのモデルを使用する。そして二人一緒に家へ戻り、娘は不良の彼氏を紹介した後、不良の彼氏がお父さんに娘さんをくださいとお願いをする。その時父親がどのような対応をするのかを調べる。検証一組目、一組目は関口親子。すごい多分娘大好きなんで、多分私の言うことは聞いてくれるだろうと。検証開始。ちょっと座って座って。何の？実はですね、紹介したい人がいて。ん？パパとママに。今日さ、連れてきたんだよ。何それ。ちょっとだけ会ってもらってもいい？ちょっといいけど。ちょっと待って、ね、うん、近くにいるからさ。止まってる人。呆然自失みたいな感じになってますね。明らかに落ち着いてないですね、これ。動揺してますね。ものすごいリアルだな、これ。近くの人、どこに下見たの。さあ、来ますよ。無理しないで。あ、どうも。はい、どうも。はじめまして。めっちゃじゃらじゃら。めっちゃじゃらじゃら言ってる。一応、山田。あ、どうも。あの、舞子と今付き合ってるのは山田です。まあ今日はまあちょっとな、今まあ半年ぐらいしかまだ付き合ってないんですけど、まあこう、まあちょっと結婚とかちょっと考えて、まあ今ちょっと真剣に付き合ってるんですけど、まあ絶対だよ。まあちょっとまあなんていうんですかね、ちょっと今日はまあちょっと腹くくって決心して、まあ今日こう来たんですけど、まあちょっと改めて許してください。ちょっと言い過ぎだよ。まあマイクさんをまあ自分にください。お願いします。ちょっと待ってよ。はい、です。何やってんの仕事。いや今ですか。いや今何もやってないですよ。一緒にやってるんですけどね。何もやってないですよ。
願いします。まあいくらなんでも大丈夫ですか。そんなこと言われても、ああまあまあでもまあまあなんていうんですか、まあお父さんとかに対してはなんかすげえサプライズかもしれないですけど、サプライズ、まあ、逆になんかこういいいいサプライズかなと思ってるし、別にそんなまあ問題じゃないんですか。まあ、ちょっと前に、まあ、ちょっと前の半年ぐらい前に貧乏ゆすりがすごい、まあ、付き合うようになって。それやめようよ、貧乏ゆすり。まあそう言ったってさ、男にも両親がいるわけじゃない。え、親が。あ、親は京都っすよ。うん、違う違う、だからそっちの許可とかっていいの。あ、全然あって、あの合わせようと思ってるんで、はい、普通に。まあ、でもそちらが反対したら、まあしないっすね。すげえ可愛いじゃないですか、もう全然問題ないっすよ。問題じゃなくさ、どうですか。いやー、これは限界なんじゃないですか。絶対ダメでしょ、だってマジ考えてんの本当に。あ、もうマジっすよ、命張ってますからね、こいつのことは一緒して。はい、両親の前でこいつとかってことは言うね。ああ、え、こ、ああ、ま、マイコですか。うん、ああ、わかりました。まあでも何ですか、まあこいつ、ああ、まあ、こいつ、違う、まあ、まあ、マイコ、まあまあマイコとはまあなんかこいつねえみたいな感じで付き合ってほしい、話してほしい、まっすぐなんか癖で出ちゃうって感じで。うわー、はい、すいません。うん、わざわざなんかちょっと喉かいちゃって、お茶とかもらっていいですか。あ、いいよ、座ってて。もうさ、結婚するにしてもさ、はい、どうやって生活してるの。ああ、そう、あの、京都、うち京都で、まあ、工務店やってるんですよ。うん、まあ、で、まあ、親が。まあ、それで、まあ、継いだら、まあ、それで終わりかな、みたいな感じで。終わり。まあ、普通に社長っす。あ、そう、今、あの、袋で。袋から向こう行ったらさ、一緒にビール一本っすよ。ビール？うん。いや、袋で、あの、今、チームやってるんですよ。うん、チームやってて。まあ、仲間で。あ、ちょっと、まあ、ごめんね。3、40人、まあ、連れてて、ほんでまあ頭張ってて、まあ、今ヘッドでやってるんですけど、今キングって呼ばれてて。、まあ、あいつも俺のことをキングって呼んでくれるんですからね。